両親の自殺を手助けし死亡させたとして、自殺幇助の罪で東京地検に起訴された歌舞伎俳優市川猿之助、本名木の斗孝彦、被告、47、が、7月31日午後8時28分ごろ、留されていた都内の警視庁原宿署から保釈された。保釈の模様がテレビ各社のニュース、インターネットメディアの配信などで報じられた。その際、 猿之助被告を先導した人物が、同被告と激似だとインターネット上で話題となっている。一部のテレビ局のカメラが、原宿署の扉が開いた際、同被告と間違って先導した人物にピントを合わせ、その動きを追っている映像も視聴、拡散されている。猿之助被告を先導した人物はマスクをつけているが、目鼻立ちが同被告と、どことなく似ている。また交流中。 猿之助被告の髪が伸びたことが話題を呼んでいるが、先導した人物の髪も、同被告同様、頭頂部がボリューミーだ。インターネット上では、猿之助被告の影武者、髪型も似ている、との声や、大きな荷物を積み込んだから、弁護士かおもだか屋の関係者か、などの声が飛んでいる。